皆さんおはようございます時刻は9時30分を回りましたねはい、えー、今週も FM 技能ワンねこのスタジオから嘘のような本当の輪 和というのはねお話と書いてますそのような本当のお話をねお時間を、えー、お届けしていきたいと思います最後までぜひぜひお付き合いください、えー、パーソナリティードイヒデトがお届けしてまいります はい、えー、そんなわけでね、えー、この番組は、えー、体と健康のため、ねうんあのー、ぜひぜひね皆さんの生活の中に取り入れてもらったらいいんじゃないかなというご案内も含めてお届けしたいと思います何かね気になるな、うん、ちょっと質問してみようとかぜひメールアドレスは797「f m g i n o o a n c o ドットコムですね。FM で G I N O W A N ドットコムです。はい、えー、こちらにぜひぜひ。えー メールをくださいね電話でも結構ですあれ何売ってるのみたいなねお電話くださいねはい、えー。あとはこの番組 YouTube アーカイブでねすぐ見れるようになっているのと、えー、ホームページからもね見ることができます聞くことができますはい。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いしますはい。あとはサイマル放送で、えー、スマホで聞く場合ね、こちらもアプリ簡単にゲットしてくださいリスラジマイチューナーレディオどっちでもダウンロードしていただいたら番組を楽しむことができる すいませ はい、えー、そんなわけでね今週はちょっとね、えー、いつもいつもゲストに、えー、来ていただいているねドクター水素ボトルの補助さんがちょっとね、えー、お休みなんですがね夏休みかなはいそんなわけでね、えー、改めてちょっと水素のお話をね私大の,の方からしたいと思いますうんこれねよくねあのペットボトルのあの大きさあのちっちゃいやつねはいあのちっちゃいって言っても微妙だな十五センチぐらいなのかな あだいたい、ね、普段皆さんがペットボトルの水ジュースなんてやってるサイズですこれぐらいのボトルに軟水を入れていただいて、まあ、カニウレという、ね、あの管をお花にあ、ねえー、てがうようにしてもらって水素ガスを発生させます。 ね、あの水素水ね、なんていうね会話の入り口でそういうお話をさせてされる方も多いんですが、もちろんこの水素ガスを発生させるイコール水素水にまあなっていくというものだったりしますね。まず特徴としてはもちろんあの手軽にね持ち運びができる。 っていうことと皆さん結構ね見ていただいてびっくりするんですよねえこんな小さいのみたいなのもあってはいというのがまずありますあとはですねうんちょっと難しい表現になりますがえ悪玉活性酸素ねこれが例えばがんであったり痛みであったり ね、あのー、本当にね体の具合の良くないところに、えー、うわっと発生してしまう悪玉活性酸素のみを中和して除去してしまうために痛みが取れたりねあの良い方向に向かっていくということがあります。はい、それで、えー、水素は宇宙で最も小さい分子ですからねこれを体の中に取り入れることによって。 で拡散性がすすごいんですね、うん、なので血管の、えーまあ、内側というかねこびりついてしまった糖とか脂質そういったもの血管を広げる大いなる役割をしますので、うん、とてもあの体調が優れなかった方も解放に向かっていく傾向にあるという、えー、水素ガスを発生させるドクター水素ボトル。 というのを、ね、皆さんの健康ご長寿美容のためにご紹介をさせててもらってますこの番組の趣旨としましてはね、うん、いつもお聴きいただいている方それから突然聞いていただいた方、うん、あの実際にゲストさんこのドクター水素ボトルを試されたり継続して使用されている方の、うん、生のお話 実際こんな病気だったんだけどええ嘘、こんなんなってきたのっていうお話をね、えー、その方にお聞きしています。ね、えはいというわけでねこの「ドクター水素ボトル」はい、えー、いろいろ検索すると出てくるんですけれどもこの WOOEAST というね、えー、w o o ねイースト e、ですこの、えー、会社のものをぜひご利用になっていただきたいその理由は、えー、ものすごい、えー、カニューレ、ね、お花のとこから出てくる、えー、水素ガスの効果というのが世界一すすごいんですもうこの83万 1170ppm、うん、すなわち濃度がとてもとても高く濃ゆいので。 はい、体に入ってきて作用する、えー、部分が、えー、違ってきますというものです。似たような製品がよく売っていますがそちらはぜひお控えいただくことを、ね、お願いしています。はいえー、そんなわけでね、えー、一度ちょっとご紹介をさせていただきたいゲストさんが今日も来ています。 はい、えー、お待たせしました。ご紹介しましょうね。はい、えー、ホーク・ダイコさん、おはようございます。おはようございます。はい、今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。<laughs> はい、えー、ホーク・ダイコさん、ね、6月の18日にあのー、放送分にねご出演いただいたんですけれども、もう私もね、お嬢さんも衝撃でした。はい。はい あのいろんな方にねあのアーカイブとして YouTube に残っている「FM ギノワン」カタカナで「嘘ってやるとね出てくるんですけどあの奥さんのお話はですねあの実はあの放送のあと私もねいろんな方にあ,のあれを見ていただいたりお話しさせていただいているんですが今一度ねうん奥さん自身がまあどんな状態の時に どんなんして、えー、ドクター水素ボトルに出会ってそしてうんか月どんなんなってきたかみたいなちょっとお話ちょっと伺ってみたいなと改めて思うんですがとっっても大変だったんですよねそうですねあのちょっと治療中にこの水素ガスの方に出会ったのであの。 もしかしてっていう気持ちで使い始めましたはい治療中というのは、はいえー、と去年の5月の17日にちょっとあ4月の方に手術で胆のを取ったんですけれどもその病理検査の結果っていうのが去年の5月の17日に分かりましてどうも悪性らしいっていうことで6月に あのずっと仕事が休みの間はもう検査検査で1ヶ月間仕事休みの時はもうずっと検査で1ヶ月経って7月の6日にあの乳がんステージ4で腹膜全体お腹の方ですね、はい、お腹の腹膜全体で骨全身の転移が乳がんの方から転移していてで 子宮の方に7センチのあの癌なのか菌視なのか分からないものがあり卵巣の方にゴルフボールぐらいの塊があってで両脇のリンパに癌になりそうな細胞があるっていう状態を7月に聞いてちょっとショックをもちろんショックで,でこの検査全部終わる時点で。 抗がん剤が必要ということは分かったので6月の28日から抗がん剤の飲む方なんですけどそちらの方を始めていましていやあの,ー、あのラジオを聴きの皆さんあのー、本当にもうどう。 お救いしていいしてかお医者さんもわからないようなねレベルの状態の出会ったーホークさんのねお話ですがちょっと皆さんドキドキしながら一旦 CM きましょうね頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に WOO e スト株式会社電話番号033527 はい、フーム儀乃湾、本日も、えー、元気にお届けしております、はい、嘘のような本当のはパーソナリティの土井秀斗と申しますが。 ね、今日はあの、ね、6月にもご出演いただきました、えー、ホーク大子さん、ね、改めてお迎えしているにはちょっと理由もありまして、ね、あの後ほど、ね、ちょっと伺いたいと思うんですがあのお母様の方も、ねえー、そういった形で良い方向に向かわれたということもありまして改めてホークさんおおははよよううごござざいいまますす、はいね、先ほどもう続きではあるんですけどもう。 その症状はその7月にいっぺんに聞いたんですか、お医者さんから。それは乳がんステージ4っていうことは前ですよね。そうで、すよねいろいろ検査したらそうなってたっていうことなんですがちなみにね、これ、この間お聞きしてなかったかな、そんなになっているのにあまり気づかなかったですか もともとこの胆のを取る原因になったのが腹痛がえありまして一昨年の11月からですねで一旦病院の方に1月に行ったんですがちょっと肝臓の方は通常痛みを伴わない臓器って言われてるらしくて一と筋肉痛ようって形でお医者さんに返されたんですね。多分分野が違ったので ちょっとその先生は軽く考えてたのかなって思うんですが、えっと、2軒目に行った病院でもそん,あのそんなエコーを取るほどではないけどねっていうことを言われ,ます言われてて <laughs> <だ>なななんんんか頼りないですねね、うん、お医者さんもそただ,ただあの那覇の方にさくららっていうあのマッサージのお店があるんですけれどもそちらの大マッサージを受けた時にあの知り合いなんですが。 ちゃんちょっとおかしいよって腫れてるよ背中がの後ろの方ですね、うん、この肝臓の後ろの部分が腫れてるから<え>エコーしに行った方がいいよっていうことを言われていたのでちょっと2軒目のお医者さんにもエコーしなくてもいいけどねって言われたんですがあの私が見たいのでエコーしてくださいっていうことを3月に伝えたところ、うん、あのエコーしたらちょっと胆石みたい胆石が 胆にあるっていうこことでこの胆の手術をしないといけないからということで紹介状を書いてもらって中部特集会の方に行ったんですねでそちらの方で検査したりあの手術っていうことがなってでこの手術を筆頭してくれた先生があの多分60代ぐらいの方なんですけど。で 60代っていうと結構手術も何度かしてる多分何千回何万回ってしてると思うんですがです、ねはい、見たことない炎症っていうことをおっしゃられてそれはあの、ね、もちろん素人なんですけど、はい、こうよく言う ICT じゃないですけどもう精密検査いろんなとこ写真撮られたんですかやっぱり、えー、とこの時は胆のを取る手術だったのでうん、うんうん、もうその部分、はい。この胆脳の胆周り手術をして 手術をすするまでではかからなかったんですよ、はい、手術して胆のを取った時にその周りがすごい炎症を起こしているっていうことであなるほど、うん、だ検査ではやっぱり分からなかったんですよ、ね、レントゲンとかではまだ気づいてなくて、うん、で手術後にこの炎症がおかしいっていうことでどっかどこから来てるのだろうっていうことでレントゲンの見直しとかが始まって、うん であ,のあのこのレントゲンの技師さんとか他のお医者さんとか、はい、いろんな方4人ぐらいで見たって言ったのかなの先生で見た結果もうこれはもしかしてがんじゃないっていうのが発見されてでそこから検査っていう形でしたね。なので半年間腹痛があの激痛ではないんですけど痛いのが、はい 続い毎日続いてるっていうのが半年あってでもやっぱり最初に筋肉痛って言われた時にも、はい、いつもと変わらないのに1か月半も痛いっておかしくないですかって最初言ってておかしいですよね <laughs> 大丈夫大丈夫すごいなんか鍛えてたりね <laughs> スポーツやってだったらあれ <laughs> で, <laughs> ですけど <laughs>、はい、だけど、まあ、ここはい普通は痛,痛みが出るところじゃないから。うん 大丈夫って言われて返されて。痛い出てるからね。出てるのにね。あ,<の><い>あでも今でもこの先生には別の件であの娘も一緒にあのお世話になってるので、ただら分野が違ったかなっては思ってます。なるほどですね。うん、で次のたらその次の病院でも半年経ってですかね。ずえっ、ー、と11月の中旬から痛くなって。 病院2軒目が3月で,したで3月の行ったところの先生もいやそれほど直診する限りではエコーしなくてもいいけどねっていう感じだったんですがこのマッサージの方に「やった方がいいよ」って強く勧められてたので「私が見たいのでやってください」って感じだったのでちょっと医者の言うことを全部聞いてたらまだ分からなかったかもなっていうのはとってもあります。 ですよね。うん、あのー、ご自身のね体は一番ご自身がっていうので疑ってみたところがまず良かったですよね。でもありがたいです。もしねこの桜ランに行ってなかったら気づかなかったかもしれないと思うと。そうですよね。はい いやいやいやなんか伺ってるとやっぱり恐ろしくなるんですが今こうしてね、はい、お話ししていますとこのキラキラした表情でっていうね <laughs> あの北太子さんなんですが <laughs> あのまあ衝撃でしたでしょうじゃあど,ど,、ね、どうしたらいい、うん、って思いましたよねはいあのもう最初はやっぱり病院の薬ととあとミツバチのハリ治療を<ー>手裏の荒垣予報さんで 受けたりとかしていていですがあのやっぱり抗がん剤飲む方なので弱いとは思うんですが8月ぐらいから抜け髪の毛がちょっと抜ける量が多いなって思っていてもう10月後半11月頭とかはもうウィッグを初めて買ったりなんかそのまま抜けていくのかなっていうのがあってで帽子を買ったり。 しかぶったりとかしてたんですけど一番びっくりしたのはやっぱり車を運転してて車を止めてちょっとコンビニ行ったりとか、うん、して戻ってきて運転席のドアを開けるとこのシートに髪の毛がばってついてるんですね。<ー> <laughs> もうこれででショックであの ゆっくりだけどやっぱりなくなっていくのかなっていうことをか思っていてそれも何回かあったんですよ1回とじゃなくてあってちょっと怖いなって思った時に出会ったのがこのドクター水素ボトルの方で去年のそれは秋頃秋頃秋ですねねえ確かねはい。 そんな頃にえっ、ー、にどなたかお知り合いが「はいそういう国産症状なのね」っていう情報それを聞いて、うん、こういったのがあるよって持ってきてくれたんですけど、はい、そこにあの抗ががんん剤ののの副作用の軽減ってていうのが書かれてたんですほかうん、うん、にもなんかがんにいいっていうことを飲み薬だったりとか。 治療もそうなんですけどやってますがこの抗がん剤の副作用の軽減っていうのはなかったのでもしかしてこのやらなかったら髪の毛がどんどん抜けていくイメージしかなくてそうです、ね、もしかしたらこれをやると抜けなくなったらいいなって思ってあのスタートしました。は ねえ決断も早いというか、ねえはい、そりゃそうですよね、うん、実際やっぱりそうなってみるとうーんなるほど、ねえっと、その後の、はい、まの、あ、どんな感じになってきたか一旦の後でまた伺いましょうねはい頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に <noise> WOOEAST 株式会社 電話番号03「0335272211」はいえー、ねえー、嘘のような本当の話でちょっとね私噛んでしまいそうなぐらいちょっとやっぱりね衝撃なんですけれどもはい、えー、ホーク太子さんをねお迎えしてお届けしておりますがドクター水素ボトルね入手されて髪の毛が。 そのね、車のシートに後ろにぴったりなんておっしゃってたんですがドクター水素ボトルを使用するようになって本当に1回もこのシートに髪の毛がべったりつくことがなくなり抜け毛も気にならなくなってで、まあのー、今帽子をかぶらなくても普通に外を歩ける感じになってます。 今あのー、ね、えー、8月ね、はい、2023年、あのーはい、こうしてお会いしてお話してますその髪はもちろん。ですしかもつやつやの、ね <laughs> あ。ありがとうございますいや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 なんでしょうこれねまあよくねあのそうしたあのー。 揺れを通して、ね、活性酸素悪玉活性酸素を取り除き血流を良くするからまあ毛根自体もそうなんですけど、はいうん、全体にねやっぱり水素が回ってっていうのはあると思うんですがでもよかったですねとっても嬉しいです<え>、はい、まずはでもそれもそうですけどお体の調子はど,ど,<あ>どうこんなのってきました月月からスタートトして3月のペット検査で なんとさっき言った症状あのがんの方なんですけど、うん、あの全身の骨はまだ残ってるんですがそれ以外はもうほぼ全部消えて今残っているのが全身の骨のがんと、うん、あと子宮筋しかがんかわからないのが7センチっていうのが3センチまだ残ってますが、うん、他はもうペット検査では出ない出てない感じですね。 あすごいですね11121234か月で、はい、そのねは,い、はあとはじゃあね良い方に向かうばっかりですよね,そうですねずっとあの節ガスの吸入は続けてらっしゃるはい続けてます素晴らしいですねなんか最近噂によりますとお母さん実のお母様も、はい、うんうん方、う、が、んはい、どうなったんですか 脳梗塞の方で倒れて、はい、でその時にあの2020年の MRI ではつながっていた血管が21年22年と血管が切れてるようにしかもう血管が細すぎてレントゲンに映らないぐらいうもう見た目は切れてる感じなんですが、はい、ちょっと皆さんにお見せできないのが残念なんですけどんあのなんと今年。 この切れてたはずの血管が浮きき出てきてるんですよえどれぐらい吸う前今施設の方に母が入っているので、うんはい、施設のスタッフさんにお願いして毎日1時間半、うん、吸ってもらっていてその1時間半だけでもこの血管が出てきているという。何ヶ月ぐらいですか あ、大体。12月からで今回移したのが6月だったので7ヶ月です。ぐらいで見えなかった健肝が見えるようになってます。それはよかった。はい。ね、はい、結局すべてのねうんやっぱり月流が良くなってくるということはね。 良い方向にこう向かっていってるというのでお母さんご自身の,あのコメントというかかかおっっしゃってたことありますか <laughs> あのちょっと母の方は、うん、やっぱりちょっと元気になるのかうん、うん、友達に貸したくて 1>,、うん、1週間10日ぐらいですかね、うん、借りたことがあって、うん、そしたら「ないと寂しいから早く持ってきて」っていうふうに <laughs> 言ってますね <laughs>。 でもね、はい、お気持ちわかる気がします。うん、やっぱりね自分もこないだねたまたまあのメンテナンス出してない間、うんなんとなくねやっぱり毎日続けてますとね。<laughs> はい、えー、いいことがあるなと思っています。そうですねあのー、やっぱりドクター水素ボトルこれをあのー、よくねこの FM 技能ワンさんにもね、えー、問い合わせをいただいてるんですけれどもやっぱり定期的にね、うん、あのー、沖縄の方でも説明会をやってますから皆さんいつねってちょっと見てみたいんだけど体験してみたい。 ね、そんなこと、ね、ちょっと気になった方、ね、ぜひねあのこちらの方にお電話いただけたらあの実際にあのお会いした方もいらっしゃるのでね、はい、で多くの人にね奥さん気知ってほしいですね、はいはい。というわけで,です、ねはいえー、今週も「FM 技能は、ね」「FM 小座同時放送「嘘のような本当のワをお届けいたしましたが、ね、またますますご体調、ね、おきれいになっていく、えー「奥さんが楽しみなんですが。 今週もどうもゲストでありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい、皆さん、また来週、ありがとうございます。ありがとうございます。